始まり始まり、今日の焦点北九州。お題は漫画好き必見、北九州市漫画ミュージアム。漫画皆さん好きですか？読んで楽しい、書いても楽しい、そんな漫画の魅力盛りだくさんのミュージアムが北九州市にあるんです。あ、メーテルがお出迎え。北九州ゆかりの漫画家松本零士さんのコーナー、その生い立ちや作品世界の魅力を紹介しています。実は北九州市は多くの人気漫画家を輩出してきた町なんです。北九州にゆかりのある漫画家さんたちの業績や広く漫画文化を紹介することを目的にした施設でして、漫画を見る、読む、書くという3つのテーマから楽しめるような施設となっております。小回りなど漫画の仕組みを紹介したコーナーや、漫画の歴史を当時の出来事とともに振り返れるコーナーもあります。そしてなかなか難しいポーズですね。ゲームも楽しめます。画面に映し出されるキャラクターと同じポーズを決めると得点が出ます。さらに、あ、小倉出身の北条司さんの作品や人気の名探偵コナンなんかもありますね。懐かしの名作から話題の作品まで、蔵書はおよそ7万冊、すべて読み放題です。あ、英語版だ。さまざまな言語に翻訳された漫画がたくさんありますね。また漫画の描き方やコツが学べる漫画体験や漫画スクールなど、多彩なイベントも開かれ人気を集めています。ところで漫画ミュージアムは今月開館10周年を迎えました。10周年の節目に際し、漫画家でイラストレーターの渡瀬誠三さんが新名誉館長に就任。渡瀬さんの作品を大型パネルにした撮影スポットもできました。記念イベントも開催。10周年を祝ってゆかりの漫画家の皆さんから寄せられた色紙も公開中。今月13日と14日には小学生以上が参加できるサマーフェスティバル、ワクワクワークショップが開かれ、10周年が感じられる空間になっています。今日の焦点、漫画の魅力心ゆくまで、今なら市民は入場無料、北九州市漫画ミュージアム記念イベント必見です。